相手の短所に目をつぶらない。知性を働かせて悪いことを見抜こう。たとえ相手が認識をまとい金の王冠をいただいていてもだ。立派な外見も人間の良さを隠すことはできない。使える相手がどれほど立派な人でもすべて言いなりになるのはごめんだ。地位が高いからという理由で相手の短所に目をつぶってはいけない。また、 その欠点を真似してもいけない。なぜなら、地位の高い人であれば多少の愚かな振る舞いも見逃されるかもしれないが、それを一般人が真似したところで、こちらの場合は見下されるのがオチだからだ。